中庭の中庭デート。中庭は夜中ですね。でこちらはですね、こんな感じ。デートの条件がレベル4以上ですね。招待する。でキアラのレベルがね4以上になったのでデートしていこうと思います。ちなみにバディアはね裏で上げてレベル5になったんだけど近日公開だから、またレベル条件が後ほど解放される感じです。ではキアラ初めてやります。これ210ゴールド、初めてやるときはこれが聞けるんだよね。キアラ、あなたとまた一緒にいられるなんてワクワクするわ。ハグリッドの庭でデート以来、お互いより近く感じられるようになった気がするわ。すごく嬉しいよ、キアラ。中庭は次のデートに素晴らしい場所だわ、ちょめ。夜はとても静かだな。あの大きな三日月の明かりが輝いて綺麗だ。実は今夜ちょっと緊張してるの。確かに満月だもんな。デートっていうのはまだ慣れてないのよ。一人でいることが多いから。心配いらないよ、キアラ。前みたいにこのデートも僕たちだけの秘密にしよう。まあ、次回やるときはこっからスタートになります。今までのがカットされてね。さあ、何をしましょうか。ろうそくの明かりでピクニックをしたくて、その用意をしてきたんだ。こんな感じでハートのろうそくみたいなやつもある。4つあったかな、確か。まあ嬉しいわ。喉が渇いたから噴水の水を飲もうと思ってたの。これがヒントですね。噴水の水って書いてある。そんなこと必要することないよ。いろんな飲み物とかおやつを持ってきたんだ。何か欲しい？冷たくて爽やかな飲み物がいいわ。でも甘すぎないのをお願い。それならちょうどいいのがあるよ。ジュースはダメだね。で、バタービールもダメ。水ですね、これは。冷たくて爽やかな飲み物と言ったらやっぱり水だよ。こんな感じで。いい選択を選んだらハートが上がる。初見プレイでもこうやって聞いてたらわかる。ええ、そうね。ありがとう。喉が潤うわ。こんなこと言っていいかわからないけど、あなたと一緒にいると気持ちが落ち着くの。僕も同じだよ、キアラ。君と一緒にいるのはすごく楽しい。こっちを見ないでちょめ。月明かりで顔をあからさめてるのが見えちゃうから恥ずかしいわ。これはコイン投げるやつか。次は何をしたい？そうね。噴水に効果を投げて願い事をしましょうよ。このデートを象徴するような優しくて思いやりのある願い事をしたいわ。どんな願い事がしたい？ね、これ優しさとか言ってたから世界平和選べばいいのかな？世界平和を願おう。多分そうだと思う。間違ってたらすいません。ちなみにバディアは世界平和だった。後ほどやる。あ、よかった、上がった。こんな感じ。そうね、私が今この中庭で温かい気持ちになれるように、世界中の人が温かい気持ちで持てたらもっと平和になるね。やばい、キアラめっちゃ可愛い。ほんとこういうこと付き合いたくなってくる。君は優しくて思いやりがある人だ。キアラ、君と一緒にいるとすごく楽しいよ。そう言ってくれてありがとう、チョメ。私もあなたと一緒にいるとすごく楽しいわ。今夜は月がすごく大きいわね。月長石は魔法薬作りの材料として需要が高いって知ってた？ごめんなさい、チョメ。私、緊張すると変なことばっかり喋っちゃうの。謝ることないよ。僕も今夜はちょっと緊張してるんだ。緊張をほぐすために何かしないか？そうね、チョメ。もっと和めるようにもしもゲームをしましょう。もしも私を世界中どこにでも連れて行けるとしたら、あなたはどこに連れて行ってくれる？クイディッチ、ワールドカップ、ドラゴンレース、月。これキアラに月って選んでいいのかな？どうなんだろう。月に連れて行くよ。あ、当たったみたい。よかった。なんか会話見てたらそんな感じだよね。上の2つ関係ないもんね。月まで行くなんて危険なことが多いだろうけど、月長石を集めて、その、あ、そっか、月長石って書いてあるから、これがヒントになってるんだ。君はどうだい、キアラ？君はどこに僕を連れて行ってくれる？今はあなたと一緒にこの中庭以外にいたいところなんて考えられないわ、チョメ。こんな感じで中庭デートが完了します。確定。で、次待ち時間がね、またあるんですよね。こんな感じに、次はね、18時間後ですね。バディアのデートもちょっと撮ったので、ちょっとプレイ動画ですが、よかったらどうぞ。